ヤンマーエイハーです。私たちは高齢者向けのステージ利用可能なパーソナルモビリティを提案します。パーソナルモビリティとは、一人乗りのコンパクトな移動支援機器のことで、歩行者と既存の乗り物の間を補完する目的で開発された個人向けの移動ツールです。今ちょうどセグウェイが通っています。あれもパーソナルモビリティ。私たちが入場を観察した結果、車椅子やシニアカーでは不整地の走行が困難なことや、重たいものを持つことが困難なこと、階段の上り下りが困難なことに着目しました。これらの問題を解決するために出てきたアイデアとして、椅子による腰への負担を軽減するために、寝たままの姿勢で登場できる椅子や、不整地や斜面でも荷物を運ぶために傾かない台付きのシニアカー、スイッチにおける車体の傾きをなくすために、道に合わせてタイヤの高さを変えるなどの案が出ました。椅子を置いてしまえば地面の凹凸に関係なく走行できるので、ホバークラフトという案も出ました。宙を浮くという案から、ファンタジーな乗り物はとても理想的ではないのかという案も出ました。これで昔の人々は道路が舗装されていないときにどのような移動手段を持っていったのかということを考えました。昔の移動手段として徒歩、馬車、カゴ、乗馬などがあります。私たちは乗馬に着目しました。そこで四足歩行な可能なモビリティがあるようになと考えました。そして今までの案をまとめ出来上がったのが、車椅子クローラー一体型四足歩行ロボットです。この車椅子クローラー一体型四足歩行の名前をハイオと名付けました。そのハイオのプロトタイプを紹介します。では、市街地や舗装路を走行できる車椅子モード、ぬかるんだ道や凸凹な道を走行できるクローラーモード、さらに凸凹な道や階段を上り下りできる四足歩行モードの写真です。舗装路、ぬかるんだ道、整地、階段を一つのモビリティで移動できるのが、モビリティで移動できます。たくさんメリットはあるんですけど、この中でもクローラーと四足歩行の切り替えにより、さまざまな場面に対応できるのは一番のメリットだと考えています。今後の課題として座席の振動と傾きを抑制することです。その解決策として、ジャイロセンサーにより座席と地面を平行化する静心装置に使われているような特殊なオイルで包まれた操縦席を作る、優しく包み込むイメージとして、お母さんの子宮をイメージしています。これがハイオの変形シーンをご覧ください。これが車椅子モードかクローラーモードの変形シーン。階段もこのようにして座席を平行に保ちながら登っていきます。このような道でもスイスイと秒速歩行なら可能、走行可能です。ありがとうございます。これでヤンマーエイハンの発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。すごい面白いアイデアだなと思うんですけれども、今回高齢者を対象ということだったんですけれども、その高齢者がその聖地を移動するというのは、あれですね、移動したと思うんですけれども、具体的になんかどういうところで、どういうふうに使うということを想定して、開発されているのかなというのをちょっと聞いてます。始まりは、ヤンマーさんなので、農業をされている方というのがまず対象にあって、その農業をされている方の高齢化が今現在問題となっているので、まず初めのスタートは
農業をされている高齢者を対象に考えてきました。で結果こういった農地歩行型のモビリティを考えたんですが、これであれば高齢者だけに限らず一般 この幅広い年齢層の方に使っていただけるかなというふうに考えています。これ街の中だと階段も登れるってことだったんですけど、街の中での利用とかも考えているい、はい、それを考えての車椅子モードを、かなりこう足が出ると目立つと思うんですけども、はい、なんかそのこう例えば恥ずかしいとかなんかいろいろ高齢者の方があるかと思うんですが、なんかどこら辺のなんかこう、のモックアップから次のなんか企画に向けてどんな風な外装を含めてどんなこと、あの展開を考えているかとか、もしあれば教えてください。昔はあの馬に乗って移動するっていうのが結構見られてたのかなというイメージで、あまりなんていうか恥ずかしいっていうのはあまり考えずに開放感もあっていいかなっていう感じで考えてはいました。椅子が安定化するようにしたりとか、あとはよりリアルな生き物にしたものにモビリティの形を変えることができた製品としてもいいんじゃないかなというふうには思っています。ありがとうございます。他にご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。いらっしゃらないようですので、続きまして B 班の発表をお願いいたします。